出ててみろぞい。何も変わんねえなお前は。捕まえて。引きつけらが変わるのは自信がない証拠よ。そんな小難しいマジレスで返されてもな。これがわしの顔か。その顔で結婚なんて非常識。行け。こらー、どこから飛ばしてんのよ。横瓶の反応反省は強いからな。なぜ。わー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 、普通に押されてるぜ。いい感じにいろんな技をされてるのもやな感じ。じゃあ殴り合ってるよな。行け。ダメだこりゃ。バンバン君ならぬ開発も。どんな仕事かたしてんねん。最大火力じゃない。一発入れてんの。三発入れられる戦いが続いているぜ。そして勝敗を分けるゴルゴー。お相手ジェットか。なかなかぞい。やったぞい。あ、僕か。死ぬぐらいならワンちゃん上から潰した方がいいってね。まあ十分重傷が引かれてやられても悪くなるぜ。死ね。行け。受け身。まあまだ帰れるからセーフセーフ。うまく強制して帰れたぜ。わあ、どうしましょう。行け。ゴルゴー。大勢はいいのにそこ突っ込むからさ。ガーディアメタナイトとかでも見たようなやつ見たな。やっぱ同じシリーズ同士ここら辺の経験は有用できるわね。ソウルもう一発。どんな攻撃入れてんだよ。イケイケなとこ、いいところにも運勢が来るのがポイント。もう相当ダメージ稼いだぜ。次だけ展開なり作ってゲームセットよ。出したぜ本日のメインイベント。外れ。うん、邪魔されたわ。イケイ。今日の時は意味不明な返され方したけどねえよな。イケイ。謎に4本残ってきてシールドブレイクとかあったからね。それとりあえず一発差し返したぜ。ゲロンされてきてるわ。食材お前のことか。はい、何考えてんの。まあ最後は押し切れたってことで。そんな素直に返しても私にはつかないわよ。っていうかちょいちょいゴルゴー返ししてるよなお前。タイミングつかめたら割とやりやすいのよね。いけい。こらー、避けたでしょうが。残念、体がでかいぜ。ここら辺抜けにくくなるのか。あの子はなかなか潰せないわ。まあ上から踏むしかねえからな。うん、結局やりたいことやられて不思議そうに交代されたぜ。まあまだ40パーぐらいで交代してくれて助かったかも。これはでかい。よし、作戦を実行に移すぞい。お相手さんどう出るか。環境破壊は気持ちいいぞい。あの劣勢から3発で持っていくのは笑う。やっぱ出てても崖はそうからずっと変わらないのよ。崖に置くだけでも強いのに早期バーストもできるからな。捕まえて。もともと普通の崖がつきにくい相手もいるからね。そういうキャラにも幅が持てるの。いけ、痛いぞい。なんて言うと思ったら大間違いぞい。たまにある反撃メテオ。大体これあるから真下取るのはおすすめしないわよ。半端な攻撃さばいて反撃取るのがデデデの得意なところだぜ。逆に言うと迎撃ばっかだから待たれると何もできない。そろそろバーストが見えてきたぜ。まだまだ死ぬには早すぎるわ。180パーぐらいでやっとバースト。いけい。割と耐えてるぜ。いや、180パーぐらいでやっとバーストするもんよ。押し組みで耐久力が別格すぎる。いけい。逆だぜ。余計な振り向き入れて。いけい。まあこんなところだろ。これぐらい横つまくなったら帰ってきれいわ。別に踏まえとかでもやられるダメージだったしな。ゴルゴーがないやん。次打つんだぜ。返しても私にはつかないのよ。性格悪い戦法してんなお前。黙れ。いくら返そうがガードしようが私にリスクがない素晴らしい戦法よ。なんだよこの光景。腹立つだろうなこいつ。キャッチボールしたらさらに環境に磨きがかかってくるわ。ちょいちょい横綱入れたりワンチャン取りに行くのも忘れないぜ。両手ダメージもいい感じに溜まったわね。もう数発殴ってゲームセットか。まあこの調子ならゴルゴーいつか当たってバースト。じわじわ詰められてるぜ。何のまだストック差があるのよ。じゃあこの1発はでかい。普通に当てるんかい。急降下に手の当て感は大事だわ。ここでヨッシーが来るぜ。一回ぐらい吸い込みやらく前やらで全部潰して落としたいところ。それできたらかなりアドだからな。あとの正面差し込みが少ないから間合いも短めでいくわよ。ヨッシーの空母はとりあえず感覚で置けるからな。いい感じ。備えあれば嬉しいな。いけ。卵だけで何パーも食らってんじゃねえ。やっぱりあの手の飛び道具の手はゴルゴーの天敵よ。バナナにしろブラスターにしろ、フォーからずっと一緒なんだよな。いけ。ここ回避しないとメテオでやられるところだったぜ。何回もやられたから神経レベルで体が覚えたわ。やっと一発。ダメージは少なくても当てるということが大事だぜ。まずい。ナイス受け身。そんなのできんぽよ。空をキャッ
で横浜が繋がるってな。カービィちゃんコンボを当然のように持ってるの納得いかねえんだよな。ここの着地がターニングポイント。無事立て直すことができたぜ。ヨッシーの気をつけたら割と粘れるイメージ。行け、ほらこっちには投げれてないぞい。空悟空上なり空中技引っかかるなよ。ここよ。あかん。どうもごまかせ。ここプレッシャータイム。絶対にダッシュや回避はしない。行け。この次が大事だぜ。着地さえできればどうにでも粘れるってね。行け。うまくかいくぐられてるぜ。行け。まずい。次は崖だぜ。どこまでも生き残ってやるわよ。おいしょー。そんな倒し方あるんかい。なかなかやるじゃない。と同時にああやって崖確実にかられたらめちゃくちゃそう。でで崖つかまりかられると一気にもろくなるからな。行け。ダメだこりゃ。ヨッシー崖離し QN で飛んでくるんだからさ。焦って取り返そうとするあまり出てしまう横スマ。お相手さん吸い込み対策もバッチリだぜ。何の躊躇もなく切り替えてきたのめちゃ慣れてそうだわ。ゴイー犯罪 BA をするな。まあ運営のオンラインだから許されるしょよ。行け。普段待つくせに急に飛んできたら反応できないのがいつもの。行け。っていうかやっぱこの人なくない。今後もしっかりしてるし、デデデ対策も慣れてそうだぜ。行け。甘い空中ゴルドーにすかさず潜り込んでく。ビクサム正位。行け。おいのお相手さん、デデデジャンプに攻撃合わせるのうまくて笑う。なんならウェディするたび安定して15パー食らうじゃないのよ。こっちは崖に出ず崖に出した立ち回りするんだぜ。ゴルドーが当たらん。行け。空母から空へ繋がるんだな。最初から最後まで割とコンボ決まってるじゃない。だからその空中ゴルドを狙われてるんだよな。行け。マジ完全に読まれてるぜ。運命の瞬間。あーダメ、それダメよ。おいこれはお相手もうまかったし、こっちの甘さも出たぜ。勢いだけでゴルドーばらまくだけじゃ引きも出るわよね。先制攻撃だぜ。行け。瞬殺されてんじゃねえ。開始2発5秒撃墜は魔王の特権だからね。捕まえて。たまに出てくんじゃないわよ。ワンストップハンデみたいなものだぜ。オラオラオラン。治療してやる。やられてからは順調だが、あんなラッキーパンチ立ち回りには関係ないってね。ここで崖ループ始まるぜ。残念、すり抜けられると。ここら辺当たる当たらないの区別がつきにくい。回避上がりの距離も覚えるんだぜ。そんなのできんぽよ。覚えることが多すぎるわ。お前はもともと覚えるもの含めえだろ。いけ。未だに回避上がりを倒してくるとは。あそこまで来たら全部回避上がりかもしれないぜ。本日のメインイベント。ハズレってなんか当たったか。やったぞい。崖には外したのになんかいろいろ噛み合ったぜ。崖差しゴルドーはこういうラッキーもあるからやめられない。捕まえて。小学生みたいな掴み合いするスタイル。その小学生ももはや幅広すぎて一概に言うぜ。割と惜しかったぜ。あの分前からの寝てを噛み合うと当たる時あるのよね。捕まえて。投げコンも入れ続けて順調に話してるぜ。根元だったからな。運営にも逃げられたわ。魔王様特有の上下復帰、数少ないカードでよく活かせれるよな。ギョイ。残念、またもやかす当たりだぜ。やったぞい。ダノンフライなら素直で殴った方が早いってね。あそこまで飛ばされるとスキルートが一つになる。おじさん、こればっかりはいくら上手くてもどうしようもないぜ。これあかん。あ、行け。痛いぞい。これは強烈だぜ。治療してやる。逃がさないわよ。捕まえて。あよ、今日はここまでぞ。これぞわしの発明。お前のそれもからかぞ。普通にめちゃ強いんだけど、みんななんでこれ使わないの。マリサだぜ。いや、それは知らんけどさ。開幕十分すぎるだね。行け。ほらこっちには投げれてないぞ。わしぞ。上京は当たってるが、追撃は全部避けられてるぜ。行け。いやけど、この人は浮かされたら回避するって今ので読めたわ。確かに着地に暴れるのか回避するのかって見極めつけるのは大事だけどな。行け。珍しい連携。わしからのプレゼントぞ。なんでもかや、残念。さっき回避された集中よ。備えあれば嬉しいな。序盤のお相手さんの行動をそのまま読んでバクアドされたぜ。デデデデ、すんなりバーストできるのは本当に大きい。これ変わらずダメージ入るぜ。ゴルドーが効いてるうちはやっぱどうにでもなるからね。危ねえ。それもう一発。相打ちはデデデの勝利。ダノンには及ばんが、デデデも単発火力は高いからな。あと体力比べならそうそう負けないわよ。復帰
力も高すぎる。よーし、絶妙にトゲが出てるわよ。崖でさらに追い込んでいくぜ。強すぎる。俺ぞわしの発明必殺ぞ。わしは何をやっても一流だ。やってみたら想像以上に強かったぜ。下から帰るやつからしたら恐怖でしかないんだよな。それでまた復帰に発が当たっていく。押し込んでいくぜ。もったいねえ。しまった。本当粘力の加減でやられてしまったわ。そして瞬時の反撃も避けられるぜ。あれ避けるの普通にすごいけど、攻撃が当たれば問題ないのよ。ホワイトサンゴルドーにてこずってるぜ。本日のメインイベント、金とテクノロジーで解決ぞい。悪からのミスを誘い出すことに成功したわ。一回から見せられたら崖捕まりたくないのもわかるぜ。CF はゴルドーが刺さるイメージがあるが、実際かなり刺さる方。グエヌの反省が不安定な感じあるぜ。けど一旦捕まれた時の火力がやばい。体のデカさと吹っ飛びでバリバリ入るからな。一度は崖捕まりに寝てを入れられるのが怖い。いけい。わー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 、ボコボコじゃねえか。アーマーで無理やりゴリをされるのがなんとも。首を受けるぞい。残念。何を言う。それもう一発。完全に踏んでて笑う。下に潜った瞬間 60% の確率でバーストする反対技よ。危ねえ。捕まえて。まずワンダメージ。これ積み重ねるの大事。ゴルドーとか極端に噛み合わなければ 40% 早々稼ぐとかないからな。まあ大技決まる時は消し飛ぶから、その火力もなくていい時あるけど、ゴルドーはじくんじゃねえ。まだ次の弾がないでお嬢様。止まらない、やめられないぞい。とりあえず押し付けの逆攻撃。行け。遅すぎるけど最近割と強いなって思ってきたわ。行け。さっきも 20% 食らってたしな。そしてこの口に命がかかっている。寝てはなさそうだぜ。これ行け。ダメだこれ。裏剣気をつけていけ。お願い。おっなー、こりゃひどい。わしぞな。てか、なんでキャンセルした。一瞬の血の迷いでギリギリ狙ったら引き抜けるかなと思って。まったく関係ないんだよな。いけいったいぞい。いけいけい。あかん。いけい。お相手さん急にエンジンかけてきたぜ。2回目の空気たくなった時のヒアリオンがすごかったわ。オッケー。この一発で戦況は変わるか。いけい。DA を放しすぎる。しまった。ああ、ゴルドーに目が行ってる瞬間に一周するのがいいのに。治療してやる。次だろ。環境破壊は気持ちいいぞい。飛び方向が左右ほとんどわからないのに強い。これまでに軽量級を 40% 破壊とかたびたび起こしてたからな。お前絶対ミス最高。備えあれば嬉しいな。これでダメージを稼いでいけばなんとかなりそうだぜ。反射も間に合っていく。下手な攻撃より弱の方が火力が高いぜ。やりすぎると抜ける可能性があるから、ほどほどにね。ここが手上がりまで耐えるんだぜ。オッケー。いけ。そんな攻撃じゃビクタム精わい。耐久力が違いすぎるぜ。中に入れる。いけ。オンノー。ダメだこりゃ。余計な上がり方するからだろお前。いや、そろそろ増えつくれすっくかなと思って。お相手さん空気が振り回してないから普通に上がるのが安定なんだよな。くらいすぎなんだか。このタッチしっかり当たらんのかい。機動力高いからな。いけ。いけ。陛下の権威落ちたでゲスな。こりゃまた CF に負けたんかい。もう間違いなく中国です。次はリドリーか。捕まえて。体はでかいけどクエヌの壁が厚すぎて全部返されてしまうわ。方向も持続も申し分ないしな。そしてこっちのクエヌも返される始末。鉄砲にゴルドを投げたり飛び込んでるだけじゃ無理だぜ。けどだけゴルドは強い。外に出したぜ。本日のメインイベント、絶対に帰れなくて笑う。 60% という乱数さえ勝ち取れば勝利は私の手に。運ゲーかな。何をやっても許されるのが特権階級ぞい。こいつイケイケじゃねえか。わーわーわー。ここ読み合いだぜ。イケイッタイ。イケイッタイぞい。あそこ逆列攻撃してくんじゃないの。確かに入れ込んでごまかす舞台は多いけどさ。緑はみんなそれするもんだと思っていたわ。偏見が過ぎるぜ。やったぞい。治療してやる。わしが正義のデデデぞい。結局アレイコンも順当に倒せたぜ。一定層ゴルドーで封殺できるぜ。イケイ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 ぞい。いきなり重傷なんだよな。
わしが部活に笛に振った代償としてはデカすぎるわ。これその上スマ最初から最後まで使えるから鉄塔に飛び込んだらダメだぜ。しかもクイーンが剥がれない。備えあれば嬉しいな。大体クイーンかクイーン上あたりで剥がれるけどな。頭につけられると空中攻撃で取れないわ。それでは上強攻撃で大体取れるから問題ないぜ。まあこれぐらい大したことねえわ。終わりだろ。よいしょ。偶然だよ偶然。粘ってからの装置撃墜が出てても見せどころ。しかし紫クイーンとかがハマるとテスト部から注意しろよ。治療してやる。これはとても美味しい。見て痛いぞい。今は紫を絶対にマークすることだぜ。備えあれば嬉しいな。逆に紫じゃなければまあ大丈夫そうだから。見て今は赤クイーンスマッシュが危ないところか。これはでかい。ついでにクイーンを求めて攻撃するわよ。それもう一発行ったか。別件正しい投稿でされたわね。あかん。見てこれは背中まで拾ってくんじゃないわよ。体がでかいからだぜ。まずい。反撃は大丈夫と。痛い痛い痛い。お相手さん青クイーン投げ絶対に狙ってくるからな。それは絶対に許さないわよ。わしに飛ばせるぞ。このサヤカとか紫より重要だぜ。どうしても狙っ見てワンナー。そう言われたそばからなんだよな。よいやったぞい。なんだこりゃ。その前で安全と思ったらお間違いよ。普段遅いせいでちょっと見えて唐突に DA 振るだけで引っかかる罠だぜ。山本正のごとく緩急つけて打ち取っていくのよ。山本正知らねえだろお前。うりわしはなんてこうかっこいいぞ。モデルの誘いにも来ないのが不思議ぞい。